はい、あのー、日本の状況というのはですね実際にはうん米軍が仕切ってるんですね。えー、毎月2回日米合同委員会というのが開かれてますそれは外務省北米局長を中心とした、まあ、官僚の最も上の人たちが、えー、米軍の支持を仰ぐという。 そそういういものです。それによってこの国は動いてます。この構造を実は鳩山総理大臣も今年になって初めて元総理大臣がですね初めて知ったというような状態で政治家も本当に何も分かってなかったわけです、うんうん、でそういったその自米合同委員会が裁判所も動かしていると、うん、日銀も動かしてるす、うん、全ての省庁を操っとるわけです。 で、えー、政治家は、そのことを知らない。だから、国会も含めて、地方議会まで。自分、た、その議決とかね、やるのも、自分たちがやってるという。虚勢は張るだけで、本当は誰がやってください、何も知らんわけです。うん。うん、こんな国であるということは、おそらく。まともな国は、日本のことを知ってます。うん。 いつも悪い方について、ああ、な、手先になっているということは知ってると思いますよ。私、自衛隊におりましたけれども、あのー、敵味方識別装置。っていうのはありますね。あれは、アメリカが作って、そして、その、それを。コードを変える、そのコードまでアメリカの指図です。つまり、自衛隊というのは、日本軍じゃなくて、米軍の。まあ、ポチと言いますか。うん。そういう状態なんですよ。日本政府も。そうなんですよ。 うん、日本というような国が実際はないんです。うん、ないんですよ、うんス。スタートからそうだし今も存在しないんですよ本当は。ね、だから日本人が自分の国なんて言ってるのは何のことなんか本当は分かってないんですね、うん。そのユダヤマフィアの,あの道具にすぎないんですよ実際。で そのことをまず国民は知らなきゃいかんわけですねそしてこんな状態にですねやっぱりあのどうしても突き従っていくというのはですね日本人の性根がちょっとおかしいんじゃないかと私はやっぱ思ってますよ、えー、例えばその、うん、江戸時代以前にキリスタン大名が国民をね火薬と取引して売ってしまうその精神性が今もあるわけですよ その官僚組織米軍に付き従う競争をする官僚たちにそれがあります。うん。例えばそのこの間ヘゴの米軍あのオバマ大統領と安倍総理の会談で、オバマ大統領の方はアメリカ海兵隊を沖縄からガム島に移動することを考えていると言ってるのに、えー、NHK の報道では随分引っ込んだ感じ。 ね、どうそういうのも考えずいぶん柔らかくというか全然違う表現になってたりしますつまりあの官僚たちが国民を裏切っとるわけですよ官僚組織全体として踏みつけにすればするほど米軍のー覚えめえなくなって出世するそのシステムがズルズルと動いてるわけです一番日本人に冷たい残酷なのは日本人です でその競争をさせるのが学校教育の、えー、教育システムだったりするわけですよね。東大を中心とする。もう訳の分からんのが、えー、状態に脳をされてる。うん、そのようにこの教育システムが動いてる。そして一番訳の分からん状態になったものが人間性を失ったようなものが東大出て官僚になってと。ね。犬みたい。奴隷。奴隷頭みたいな。 梅雨、まあ、国土が中心になって、えー、皆さんをだまし続けてると、うん、それが現実でございますよ、うん、このことをですねわからないかとそしてこれに付き従う政治家、えーね、役人たちが仕組んだ儀式に儀式を演じることだけの政治家状態だと国会まで含めてですよ、うんうん で儀式をやるとですね人間はやればやるほどあの思考が停止しますよね本当に人間性を失っていく儀式癖がついてるわけですよそういったものも外していかないかんと思いますよねまあそのためにはまずあの政治家をチェックしてください本当にどうしようもないからうん、うん、そこから始めないといかんと思いますよ取るわけですよ官僚組織全体として 踏みつけにすればするほど米軍の覚えめたくなって出世するそのシステムがずるずると動いてるわけです一番日本人に冷たい残酷なのは日本人です、ね、その競争をさせるのが学校教育の、えー、教育システムだったりするわけですよね東大を中心とするもうわけのわからんのが、えー、状態に脳をされてるうんそのようにこの教育システムが動いてる そして一番わけのわからん状態になったものが人間性を失ったようなものが東大出て官僚になってと、ね、犬みたい奴隷,奴隷頭みたいな、まあ、売国道が中心になって、えー、皆さんを騙し続けてると自衛隊というのは日本軍じゃなくて米軍の、まあ、ポチと言いますか、うん、そういう状態なんですよ。日本政府もそうなんですよ。 うん日本っていうような国が実際はないんです、うん、ないんですよ、うん、ス,スタートからそうだし今も存在しないんですよ本当は、ね、だから日本人が自分の国なんて言ってるのは何のことなんか本当は分かってないんですねうんそのユダヤマフィアのあの道具に過ぎないんですよ実際で そのことをまず国民は知らなきゃいかんわけですねそしてこんな状態にですねやっぱりあのどうしても付き従っていくというのはですね日本人の性根がちょっとおかしいんじゃないかとはいあの日本の状況というのはですね実際にはうん米軍が仕切ってるんですねええー 開かれてます。それは。外務省北米局長を中心とした。まあ官僚の。夫も上の人たちが、えー。米軍の支持を仰ぐという。そういうものです。それによって、この国は動いてます。この構造を、実は。鳩山総理大臣も。今年になって、初めて、元総理大臣がですね。初めて知ったというような状態で。政治家も。 本当に何も分かかっってなかったわけです、うんうん、でそういったその自米合同委員会が裁判所も動かしてると、うん、日銀も動かしてると、うん、全ての省庁を操っとるわけです。で、えー、政治家はそのことを知らない。だから国会も含めて地方議会まで。 自分たその議決とかねやるのも自分たちがやってるという虚勢は張るだけで本当は何がやってください何も知らんわけです、うんうん、こんな国であるということはおそらくまともな国は日本のことを知ってます、うん、いつも悪い方についてあな手先になっているということは知ってると思いますよ私自衛隊におりましたけれどもあの敵味方識別装置 っていうのはありますねあれはアメリカが作ってそしてそ,のそれをコードを変えるそののコードまででアメリカの指ですつまり私やっぱ思ってますよ、えー、例えばその、うん、江戸時代以前にキリシタン大名が国民を、ね、火薬と取り引きして売ってしまうその精神性が今もあるわけですよ。その官僚組織米軍に付き従う競争をする官僚たちにそれがあります。うん 例えばそのこの間ヘの米軍あのオバマ大統領と安倍総理の会談でオバマ大統領の方はアメリカ海兵隊を沖縄からガム島に移動することを考えていると言っているのに NHK の報道ではずいぶん引っ込んだ感じねどうそういうのも考えずいぶん柔らかくというか全然違う表現になっていたりします。つまりあの 官僚たちが国民を裏切って。